です、次のうち本当の雑学はどれでしょう。はい、1恐竜のステゴサウルスの語源はステゴ。2蜂が飛べる理由はまだ解明されていない。嘘。3漢字の犬、右上の点の部分は尻尾を指している。さあどれでしょう。わかるかな。全部正解っぽいけどもうよりすぐりの雑学だからよ。途中で失礼します。これ実はドッキリ企画なんでさっきのね、あの問題の答えが実は全て全部デタラメなんです。雑学クイズ、答えが全て嘘雑学ドッキリ。なんかもう明らかに、いやこれわかるだろうみたいな、どう考えてもわかるだろうみたいな問題が結構たくさん入れてるので、ちょっともしかしたら気づいちゃうのか、それともね純粋なピュアピュアひなちゃんをね、それを信じちゃうのかっていうのをね検証分かれてやっていこうと思います。それではドッキリの続きをどうぞ。でもさ、成長しても捨て子っておかしくない？大人になっても捨て子なの？それはもう捨て子のレッテルは剥がせないかもしれない。悲しい。かわいそうだよ。蜂が飛べる理由、確かし尻尾じゃない、羽がねペラペラペラだから、この犬の成り立ち、ねえ漢字の成り立ちを思い出してごらんよ。誰誰結構犬のさ、この尻尾はさ別に雑学ではなくない？え、雑学じゃなくて、どうだ、国語じゃんこれ。国語国語国語の漢字の問題じゃんそれ。雑じゃないじゃん、雑学じゃないから怒られた。だからこれ2番だな。あ、ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー、正解でーす。すごい、よく分かったね。素晴らしい、完璧だったんじゃない？素晴らしい、消去法素晴らしい、ちゃんと出てきたね。結構嬉しいんだけど、ありがとうございます。じゃあなんでかっていうと、蜂の薄い羽では体全体を飛ばすことは物理的に不可能らしいのだが、飛んでるなんか飛行機と一緒だよ。あの飛行機もさ、鉛の塊なのになぜか空を飛ぶって言われてるんだね。そうそうそう、あれと同じ感じで蜂も体の方が大きいのになんで飛ぶんだろうって話なんだよ。じゃあ飛行機まだなんで飛べるか分かってないの？そうだよ、なんか浮いてんだ。怖い。もう余裕だな。次は行きましょう。第2問、チャラン、ツイッターからの雑学です。次のうち本当の雑学はどれでしょう。1ぐっすりの語源はグッドスリープ。2寝る前にコーラを飲むと痩せる。3寝言に答えてあげると快眠に変わる。はい、どれでしょう。なんかどれも嘘くさくない？なんでなんかもう適当に言ったことみたいな感じじゃん。でも雑学って結構そういうの多くない？なんかあの、そんなことなのみたいなものが実は多かったりするんですよ、世の中ね。ぐっすりグッドスリープ、でもこれは、これはまあ1番でしょ。お、正解は1番です。すごい、グッスリープ、グッスリープ、グッスリーってなります。そのまんまだね。グッスリってさ、そもそもさ、寝てる時にしか使わない言葉じゃん。確かに。そう、別になんか、あ、グッスリご飯食べたわとか言わないじゃん。言わないね。どんぶらこうとか、どんぶらこう、どんぶらこうと桃が皮を流れてきましたみたいな、それと同じニュアンスで言われてるみたいなもの。どんぶらこも何？どんとなんたらみたいな感じじゃん。どんとぶらこみたいな。どんとぶらこはぐっすりとね。はい、なるほど、素晴らしい。え、半分正解してるじゃん。もうこれ100点いっちゃうね。いきます。はい、第3問、キュウリに関する雑学です。次のうち本当の雑学クラルラブフェイ、カミカミだった。1キュウリの語源は1本食べたらキュウリ進める。面白い。2キュウリが食べられる理由はまだ解明されていない。3漢字のキュウリ、ウリは爪でも切れちゃうことを表している。さあどれでしょう。これ難しい。いやー、これはなかなかどうでしょうね、難しいよ。なんだ、わかるかな。でも2番のさ、キュウリが食べられる理由っていうか、キュウリってだってほぼ水なんでしょ。ん、ほぼ水分でできてるはずだから、だから食べられる理由とかそういう問題ではないのでは。突然の持ち出し雑学。そうね。鈴木雑学きたね。そう、キュウリ栄養ないってすごい有名。あ、そうだよね、栄養ない代表まである。いや、でも美味しい。美味しいよね。じゃあ1番。あ、なんかこうさ、キュウリの宣伝文句みたいじゃんこれ。キュウリの宣伝文句、あキャッチフレーズみたいな。ちょっと一回キャッチフレーズっぽく言ってもらっていいですか。一本食べたらキュウリ進める。鈴木のキュウリ。
イナルアンサーですか。ファイナルキュウリ。ファイナルキュウリ。答えは、正解だー。いやー、ちょっとすごいな。天才なのでは。やば、当てられてしまった。キュウリ進めるっていうのは、うん、キュウリは35km ぐらいです。うん、水分もたくさん取りながら健康的にいきましょうみたいな感じなのよ。はあはあ、そうそうそう。いやー、なんと次がですね、はい、ファイナルクエスチョンでございます。来ましたよ、ついに第4問。てるてる。理科に関する雑学です。うんうん、次のうち本当の雑学はどれでしょう。1、水星を英語でマーキュリー、うん、語源はマーキュリー。キュウリ大好きじゃん。2、宇宙を英語でスペース、語源はすごいペースで広がる。3、地球の語源は野球。さあどれでしょう。これなんか上2つめっちゃ嘘くさいけど。いやいやいや、ちゃんと考えてみて。でもダジャレじゃんこれ。ダジャレじゃないよ、雑学だよ。とっても雑学だよね。ねえ、お父さんとか言いそうじゃない、なんか飲み屋でさ、木星を見て一言、まあキュウリとか言いそうじゃん。水星です。あ、水星か。もうひどい。これもう消去法すぎて3番しかなくなっちゃうんだけど。地球の語源は野球。無理でしょこれ。野球が先か地球が先かみたいなさ、ね、卵か鳥かみたいな感じになっちゃうよ。地球より野球の方が先にあったってことになるでしょ。わかりますか、どうですか。でもこれ上2つダジャレだからな。まあ消去法で3番。正解。うわー、勝った。いやー、すごいな。いや、ちょっと待って、全問正解されちゃったんだけど。ちょっと待って待って待って。面白い。いやー、ちょっとひな、うん、全問正解しちゃったけど。ひなはもううんちく王になれるのでは。ひめなのうんちく代表になったの。うんちく担当。いや、すごいね。あ、じゃあひな、問題文4問あったじゃん、4つ、うんうんうん、あれの問題文の頭の文字、頭文字をちょっと一個ずつ読んでみて。頭文字、どう、そう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 、どうつきゅう、きゅうではないの。どうつきゅうり、どうつきり。え、早く早く言ってみて。どつきり、もっともっともっと、どっきり、どっきり。やばい。どっきり大正解。え、じゃあこれ全部嘘ってこと。あ、そうなんだって思っちゃったよ。ちゃんと心配してる、優しい。全部正解したと思うんだよ。鼻高々な感じで、まあ、雑学王だな。うん、ちょっと頭いいなと思っちゃった。可愛い。やばい、まだね、信じる心が残ってるから、あの、外で言っちゃいそう。ダメ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 、嘘欲しい。じゃあみんなもね、これ外でちょっとあの言わないように気をつけて。全員気づいてるよ。嘘でしょ。絶対いるって。知ってっしだよ。みんな気をつけてね。誰も引っかかんねえや。はい、はい、それではごきげんよう。くそ。タンタカラッタ、タンタカラッタ、タイヤクピピン、タナカとスズキよ、タイヤ